サビナです。アムアムワールド、アムアム。本日のゲスト、こちらの方です。えい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 、これが耳障りでもお前の言葉は響かない、ハハ。どうも、クリーピーナッツのアルシェです。アルシェさんです。ありがとうございます。すいません、あ、ちょっとお越しいただきます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。出ていただけるとは。そうですね、ずっと見てて出たいなって。ああ、本当ですか。はい、ありがとうございます。話してて、松永と、はい、本当にアルシェさん。え、はい、あ、アルシェです。マスク外してもアルシェです。アルシェさんじゃない、言ってるし、本人が、はい、渋谷無限大ホール、渋谷無限大ホール、行くぜ無限大ドーム、ヒエドームって、あの上の階の小さいの、あ、そう、7階の、はい、アムアムワールド、アムアムワールド、アムアムワールド、俺のアルバムファースト、ヒエ今度出ます。告知もぶっ込んじゃいました。すみません。ファーストアルバムの投資ホールで、アルバムファーストアルバムって言ってます。アムアムワールド。ワールドアムアムだったら、ファーストアルバムでもよかったですけどね。はい、すごい。そんな R 指定さんと、今日はですね、はい、ちょっと対決させていただきたいなと思っておりまして。はい、ありがとうございます。はい。ジ・アルフィーというゲームです。あ、はい。はい、このジ・アルフィーのメンバー、3人のカードあります。はい。はい、うん、はい、坂崎さん、桜井さん、高見沢さん。3on3 ってことですね。アズワンと同じやり方です。アズワンバトルと。あ、そうです、そうです、そうです。ありがとうございます。はい、で、このお互い伏せて1枚カード出します。はい。アルシェさんは、はい、こっちサイドと同じカードを出すことができたら、はい、1ポイント。はいはいはい。5セット中2ポイント取ったら、アルシェさんの勝ち。あ、なるほど。はい、特別ルールで、こっちが高見沢さん出して、はい、坂崎さん出した、はい、としたら、高見沢さん通したってことになります。はい、1回通した、はい、うん、3回連続同じカード通すことができたら、その時点でこっちの勝ちになります。あ、クリティカルヒットってこと。そうです。なるほど、クリティカルヒット、はい、はいはいはい。え、本当に理解してますね。だから一撃で決まるってことですね。クリティカルで勝負ついちゃう。ダンジョンと一緒ですね。ダンジョン、はい、そうです。わかりやすい。ちょっと一からちゃんとルール説明してもらっていいですか。いえ、まずはこの3枚のカードから1枚を選び、ここに置く。そして同じように相手もここに置く。いえ、そしてオープンで上げたとき、このカードが同じだったときはポイントになる、そういう単純なゲーム。いえ、シンプル。普通に説明しただけ。おお、分かってる、はい、分かってる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 かどうかの確認。そうですよ、ね、はいはい、そうですね、進めすぎました。アルシェさん、ジ・アルフィー、挑戦されますか。チャレンジ一発でチン、電子レンジ、ヒェーしていただけるという、はい、対戦相手が変わりますので、はい、はい、お願いします。頑張ってください、アルシェさん。 OK です。勝ったら1万円もらえます。あ、ありがとうございます。頑張ってください。やります。カルビーです。あ、カルビー、はい、カルビーさん、アルシェです。お願いします。太田さ、え、本当に俺とでいい？このゲーム別に4人から選べるから、俺とでいい？普通にゲームでも勝てると思ったし、口喧嘩でも勝てると思いました。あ、じゃあ俺とやるといい。うん、分かった。やるか口喧嘩っていうか、その前に朽ち果てな。あい俺でも口喧嘩するつもりはないから、ジ・アルフィーで勝ちたいだけだから、これ喋んないようにするわ。お前かますのだんまり、たまってんのお金たんまり、あい。できんのかお前、心理戦っていうか、お前知性。はぁ言わねえのセット、お前古いんだよ頭が、まるでカセット。はい。セット、セット、
ジ・アルフィー、ヒエ、よっしゃー出せんじゃん、大声バーってきて、ちょっと、おー、怖えそうですね、マイク置いてるやん、アルシエさん口喧嘩はいい感じっすけど、カードでね、うん、口喧嘩じゃなくて負けねえよカードでも、でも俺はいつでも来いよノーガード、はーい あれあれあれ、言わないのセット、もしかして頭リセットセット何だったんだろうセットあーせーの、ジ・アルフィやばい、動揺してるもん、よしせーのであげるパッてカード見せたら目ぐるぐるぐるって動いたね、もしかして頭リセット、たまたま当たっちゃうと思わなかったけどね、見せたやつがあ、ごめん喋っちゃった、あ、喋っちゃった、喋らないって言ったのに、アルシエさん、いや喋っていい、喋りましょうよ、おしゃべりしましょうよじゃあ一個いい、俺2連続で桜井出してるから分かってっからいいふり桜井出すしかないもん、だって普通、まあ普通の人だったらね、普通の人だろうがおめえなんだな、そういう変な無理してるからずっと勝てねえぞ、あなあ2分でおいつまんねえ弱すぎて、お前の推理はずれてる、俺のネジは外れてる、桜井さん出してここでも動作当たらない、俺は桜外すだけだから、での残り2戦で戦うしかない、俺が坂崎高見沢のどっちを出してるかで当てられたらさ、すごいよ、うん、それはすごいわ、そこでも 50% だからね、勝つ勝率は 50%、 もし俺が当てたらこう言うわ、俺の勝ちだ、お前に 50% 引き当てられるかな、最初何で来てたっけ、何でしたっけ、最初は高見沢、2発目が坂崎ね、あ俺セット言わないからねなんか待ってるっぽいけど、言わないですか、あ言わない、なんで言わないですか、え俺絶対にお前には負けたくないから、誰よりもまずいぞ、お前にだけは負けたくねえんだわマジで、だから絶対言わねえずるいっすね、それはずるなんかな、お前ノーリスクだろ、今忘れてたな、ずるって言ったな、はあお前もなんか勘違いしてねえじゃん、こっちにしかリスクねえんだよ、ズル何言ってんの、俺にとってはノーリスク、でもお前が喋るとみんな凍りつく、はぁ、あ、寒カルビさんもああいうタイプのラッパーに見えてきた、はぁって言ってた、はぁ言いを踏まずにこう攻め込むあえてセットセット、ジ・アルフィー何がある指定だよそうだ、でもしょうがねえよな、そういうのを1個入れたらやっぱお前の頭働かねえよな、クリティカルヒットってこと、えこのルールって通るときあんのクリティカルです、クリティカルです、ダメだこいつ勝てねえ
ダメだやるけどやろうそのタイプ呂布カルマと R 指定で戦った時の呂布カルマの負け方逆だから R 指定やってんだよなんで呂布の方やったんだあの俺の煽りあっても絶対に桜井出さないといけないセオリーすぎるかなと思って俺排除したんです逆にそれ裏を書いてくると思ってその裏を書いたんです普通に太田でしょ太田なのいや、R 指定です最短で決着になっちゃいましたけどクリティカルですすいません、R さん、3月にニューシングルバレルが出ますんで皆さん買ってくださいよろしくお願いしますオクラですえ？オクラデキン。オクラデキン。デキン。プラスデキン。オクラプラスデキン。資源価では勝てたんじゃない？あ、そうですね。それでは、いいんじゃない？資源価で勝てれば、うん、いいんじゃない？俺は勝ったぜ、お前に口喧嘩。お前もう帰ってそっから一生うち出んな、バーカ。いい逃げ。雑魚。弱かったよ。雑魚。犬も。YouTube チャンネル犬コントフィルムやってますのでよかったらそちらもお願いいたしますひひえ犬コントフィルム今度見るイエーイ少ねえんだよ少ねえありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンお願いしますさよなら